かそのまあ京次さんとちょっとなんかいろいろ絡みみたいな感じでやってて、はい、でなんかそのやっぱ先ほど言ったその尺八奏法みたいなやつを、はいはいはい、馬渕さんもやってたんですけども、まあ当初そのやる予定だったのかどうかわからないんですけど、はい、なんかこうそれをやってる時に京次さんが横からずっと見てて、はいはいはい、実際客席じゃない、あのステージ袖から袖からずっと見てて、ずっと見てて、なんか楽屋でそういう話をしたのか何なのかっていう話があったんですけども、ああその流れで来ちゃったんで、もうなんかあの袖ではもうなんか師匠と弟子みたいな感覚になってましたけど、楽屋あんま行かなかったと思うんですけど行きました、はい、あちょこちょこですけれども行ってたんですね。なんか結構ギターキッズの集まりみたいな状態なんで、ものすごいそういう風な感じが、あの毎年あの毎回もう参加されている久保田さんだったり、久保田さんやっぱなんかやっぱそういうのが、やっぱ皆さんの演奏についていろいろ聞いてたりとか、うん、まあお酒飲んでるんですけど、あめちゃめちゃ飲んでる、めちゃめちゃ飲んでる、ワインすごいね、ワインを飲みながらギター談義をもうずっと繰り広げてたっていうような感じで、なんかすごいアーティスト同士があの楽屋で楽しく仲良くやってるような感覚っていうのがすごい良かったなっていう、まあそれがステージにちょっと出たような感じで、そうですよね。渡辺さんの時もちょこっとなんかその。あのいい棒を使った演奏の時に京次さんが出てきたりとかっていうのがあったりとか、あの、はい、なんかステージもそういうのが出てきたの感じが良かったなと思いましたね、うん、なるほど、 いや、いいですよね、なんかそのピースフルな感じで、そう今年2020年はまあどんなね、まあステージとで、ね、楽屋もねどんな雰囲気になるかちょっと楽しみ、はいはいはい、そうですね、まあ、結構楽しみはおりますね、まあ、ちょっとアーティストを言えないところがね、まだ一緒ですけど、ガイタル来るのみたいなね。